はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、ラストチャンスということで、新キャラの出現率アップ、さらにガチャスタンプ付きということで、本当ね、待っていたという人多いかと思います。っていうかさ、今からガチャ回してイベント始めるぜっていう人もね、一定数いるかと思います。ちょっとそのあたりさ、運営も本当考えてほしいよね。さあ、今日はですね、ちょっとこのガチャで紙引きしてですね、ちょっとイベントね、まだ僕まだ攻略できていないので、ちょっと遅くはなりましたけども、本気ね出していきたいなと思います。さあ、確定枠あります。さらにガチャスタンプもあります。もちろん秘策があります。 AKB48 の柏木由紀ちゃんが激推ししているこのカッパエビセンを食べてですね、ちょっとね、今日は神引きしていきたいなと思います。僕はね、アイドルオタクなんで、ゆきりん推しなんですよ、やっぱりね。でも AKB もさ、今ゆきりんが一番子さんというかね、年長だよね。今31歳現役バリバリの AKB48 ですよ。さあ、なんかちょっと太めな感じ、なんか博多明太子のね、香りがプーンとしてですね、非常に美味しい。これはやっぱりビールが飲みたくなる。なんかね、ゆきりもね、ビールのおつまみにということなんで、今日はね、神引きしてこの後食べながらビール一杯飲んで祝杯をねあげたいと思います。単発でいきます。当たり前じゃないですか、神引きと言ったら単発、単発と言ったら神引きですよ。いきます。さあ、来てほしい。なんかガチャスタンプなんだけど、バイモラエールがなくなったよね。これ SS 確定っているみたいな感じはしますけども、お願いします。おー、高めですか。赤多いよね。赤カップからの、うっと、おーと、ミッチーシャドウサイド A ランク、まだ微妙っすね。もちろん持ってます。経験値玉ほんとたまりまくり、経験値玉を使うキャラがないっていうね、恐ろしいことになっています。いきます、ラスト行くわ、ラスト。お願いしますよ、日野社長。さあ、来るのか。お願いします。青ですか、やめて。赤と青はやめて、せめて金カップ以上でお願いします。コマジロ、ちょっとどうなの。さあ、ニャクスキャリバー来てほしい。もしくは、フードレッド。ちょっとね、ウォッチもまだできていません。やばいです。行きます。さあ、来てほしい。頼むぜ。ほんと頼むぜ。お願いします。ほんと来たぜ。ほんと金カップからの、おっとっと、まだ微妙っすね。トイレの花子さん、大好きなキャラなんだけど、ワイガク、これちょっと特攻ないんだよね。限界突破していきます。ちょっともう一回行こうか。ちょっとなんか流れは来たよね。さあ、いきなり単発から黒玉からの来てほしい。お願いします。あ、高ですか。赤やめて、赤はやめて。おっと、宿小森ダメだ。今回もマジで運がねえ。経験値玉祭りか。いや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 、今回ですね、報酬でもらえるコインがまだあります。すごいのがあります。さあ、こちら Z 選べるコイン、ニャサニャサってなんだよ。ニャーサーじゃなくて、このニャーサーっていうのがね、いいよね。さあ、ランク Z 以上確定。これはちょっとまだね、中身に何があるのか見れていません。さあ、ちょっと最近でもイベント、このパターンあるよね。ワンパターンなんだよ。おっと、持っている持っている。おっと、ドンドロか山ダンテ。ちょっと待って、これ3択ね。まずアメジュリは強力な弾を作り出すあれか。そしてスキル、自身の妖怪プニーがデカープニーで降ってくる、まあ結構優秀ね。さあ、そしてアメジュリ、もしくはドンドロ、いいね。ドンドロ、ドンドロは弾を作る、弾作る多いな。自身の妖怪プニーがつながりやすくなる、いいね。つながりやすくなるスキル、非常に使えます。もしくは山ダンテ、全消し &HP 回復、ダンテ8枚タン。ちょっとヤマタンと違うパターン、ダメージを受けた時に技ゲージがアップする。またどれも微妙っすね。まあキャラ的にはやっぱりボーマ、ドンドロか
ボーマドンドロ行きましょうか。さあボーマドンドロ持っていないキャラいきます。さあこのシリーズは嬉しいよね。だからもっとやってほしい。ランク Z、 これはダブルゼータ、トリプルゼータ配っちゃって、おっとどんどん来ました。さあこれはまあ欲しかったけどなかなか手に入らなかったキャラということで、まあイベントね、まあいろいろ、まあ非常に苦しい。まだでも日にちあるからね、まだまだはまだまだありますよ。何言ってるんですか。さあイベント攻略の方やっていきたいなと思います。さあ皆さんはですね、まあ何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりもねコメント欄で教えてほしいなと思います。そして AKB48 推し誰推しですか。そのあたりもねコメント欄で教えてほしいなと思います。それではイベント攻略やっていきます。今ですね特殊能力の特大が来ています。僕はですねニャーサーを持ってます。なのでワンチャンあります。さあニャーサー王なんですけども、タップでデカプに周囲を消すということで最強必殺技の中の一つです。で今来てるのはこの裏ステージのね強敵に対してダメージ特大と。ニャーサー王この翼がいいよね。さあそして G 技は3です。そしてダブルスキルがあります。フィーバーになった時に自分の技ゲージが溜まる、そしてフィーバーゲージ溜まりやすいと。さあ行きましょうか。さあ封印はですねまだ半分残っています。やばいです。さあ行くぜ。さあこんなパーティーでやっていきます。まあ今回ね裏マップこのニャーサー王縛りっていうのがかなり厳しい。ちょっとなんだこのダメージむちゃむちゃすげえじゃねえか。5000ダメージってなんだよ。マジか、ニャーサー出番ねえぜ。なんだこの意味ねえ特大は。さあ攻略のヒント、特攻使えと。さあそれではね桜カップレースの方やっていきます。さあ記録更新ね狙っていきますよ。さあ桜カップの特攻は持ってます。なのでワンチャンあります。さあこんなパーティーでやっていきます。ごく土の子はですね入れておくだけで獲得 Y ポイントアップがあるんで、まあ入れておいた方がいいんじゃないかなと思います。さあこんなパーティーでやっていきます。なぜかスタートは最後尾からっていうね。なんかこのレースはですね理不尽極まりない。なぜかその敵はですね障害物関係ないんだよね。なのでなんかちょっとどうなの、しかも早いしね。敵は早いっていうね。さあフィーバーになりました。この時は無敵なのでなるべくギアをね集めていきます。スピード上げていきます。なんかギア集めてもあんまりスピード速くなってる感じしませんけども、さあ無理壁はかわしながら、さあこの車とは思えないこの俊敏な動き。なんだこれは、もうやればやるほど笑えてきますよ。さあ43秒、記録更新はならずと。なかなかこの43秒からがね削れません。さあ900ポイント、そして61ポイント、